お。今ロッドは、セフィア CI4 プラスティップエギングの S の68の MS です。一番硬いやつですね。水深が今38m で、よいしょ、アントラージュの S4 です。 エビがね、で通常この CI4 シリーズなんですけども、どちらかというとまあ日本全国いわゆる白イカ系のオリイカで使うことがまあ多くなるかなと、シーンとして多くなるかなと思うんですが、まあ例えばこういう水深ちょっとね40メーター近いところで重ためのエギですね、 S4 とか、そういうのを使ってもですね、まあこうやってしっかりとこうしゃくれるパワーがあります。でこのまあ特徴なんですが、今までのセフィア CI4 シリーズに比べてですね、非常にロッドの長さも全部68というふうに統一しました。今までは、700の ML を中心に、610の L で、硬い方が607の M というふうになってましたね。ですので今回は長さを一つ統一することによって、硬さ別のロッドの違いをですね、よりはっきりとさせることができます。で511の ML に関してはいわゆるショートロッド系ですね、6フィート弱ということで、操作性重視で、例えば、バーチカルの時に使ったりとか、そういういろんなこう使い方をしていただける初めてのこのショートロッドになりました。でこのセフィア CI4 プラスシリーズなんですが、このまあ今まで当然ブランクスもこれ1からね、設計しまして、長さも全部合わせて、でさらにソリッド部分ですね、今まで、なかった、エクスチューンだけに、搭載されていた、X ガイドもなんとこのセフィア CI4 プラスシリーズに、採用されているということでですね、非常にバランスのいい、持った時の感覚がですね、この先を盛りしない、しゃくった時にこうやってしゃくった時にこうだるさがないっていうね、非常にこう使いやすさを重視したロッドになっています。で当然ですね、ブランクスにはスパイラル X そしてハイパー X 採用されてますので、例えば、大きなイカが来た時にもですね、余裕を持ってファイトすることができますし、例えばイカをかけるまでですね、しゃくって止めるっていうこの一連の大きな動作をしっかりとこうこなしてくれる非常に強靭なブランクスに仕上がっています。でこれ今日ちょっと船がこう揺れてるんですけども、でこういう揺れてる時にそのロッド選択として、例えば、真ん中の ML ですね、68の ML なんかをまず、例えばこう CI4 初めて持つであるとか、こういううねりんところでうまく消せるかどうかで大丈夫であれば、例えば68の M っていうちょっと硬いやつですね、振ってみたり、どうしてもなかなかこううねりがうまく消せないなっていう方はやっぱり L で、考えてみたりっていう風な選択肢もありです。でまたですね、511の ML に関してはどちらかというと本当に操作性重視の超軽量ロッドになってますので、こうしっかりとねこういったうねりを消せるような肩が使っていただくといいかなと思います。こうやってバーチカルになるような時ですね、まっすぐラインが落ちていくような時、潮が行ってない時であるとか、もしくは船を立てている時、例えばあとはあの船と潮が一緒に流れていっているような時ですね、ほぼ真下でこうしゃくっているような時なんかっていうのはショートロッドですね、511の非常に出番が多くなるような感じですね。例えば68の L 一番柔らかいモデルですね、でああいう柔らかいロッドだとしゃくった時にね、エギしゃくった時に折れないか心配だっていう方結構多いです、多いですけども、実際に今このセフィアシリーズなんか特にそうなんですが、エギの重さはあまり気にしなくても、おー触った、こうですね、あイカ小さい小さい小さいですけど来ましたね。こうやって今うねりの中でしっかりと船の揺れを吸収しながらスッと当たりを取っていく、ドラグが出ない可愛いサイズですが、
秋イカサイズですね。これ一応でも赤イカですよ。これ一応赤イカ系の、まあこれはちょっと大きくなって帰ってきてもらいましょうかね。エギと同じぐらいのサイズです。これ水深40メーターで今ラインが55メーターぐらい出てるんですけど、それでこのサイズの当たりですよ。なので非常にこうね、小さな繊細な当たりもしっかりとかけて、しかもねいいとこかかってますね、スカッとね。はい、お帰りいただきましょう。ありがとう。まあ、こんな感じでしっかりとこう当たりが取れるっていうのがやっぱりこの CI4 プラスですね、このロッドの特徴ですね。でこのリールシートなんですけども、今回新しくリールシートも変わりました。パーフェクションシート CI4 プラスっていうことでですね、エクスチューにも採用されてたこのいわゆるダウンロックシステムですね。上からネジを締め込んでくる、アップロックっていうのは下からこうねじ込んでねじ上げていくやつなんですけども、どうしてもロッドがショートロッドなので、アップロックにしてロッドのこう前を持つっていうよりはリール全体をこうしっかりと持つことが多いので、もうダウンロックにしてあげて、この持った時にですね、例えばこの2フィンガーでこう持ってっていう時でもしっかり持てますし、まあ3本ですね、こうやって持ってもしっかりと持てるような、そういう風になってます。ですので、まあ、例えば手のひらがこう当たった時にこう緩んでしまう、どうしてもこのくるくるっと回って緩んでしまうというようなこともなくなりましたので、使っている時にですね、非常にしっかりとこう回していても扱いやすいリールシートになっています。でこのジョイントなんですけども、前回の CI4 プラスと同じようにグリップジョイントになってます。ですので、ブランクスはですね一本物になってますので、非常に綺麗な曲がりですね、ベンドカーブを描いてくれます。ですので、まあしゃくった時もそうですし、イカをかけてからも綺麗に素直にこうテーパーがつきながらしっかり曲がってくれる、そういう感じのロッドですね。うん、いいの反応出てます。お、来た。サイズは500グラムぐらいかな。はい、まあ500グラムぐらいですけどね、綺麗に竿曲がりますね。よいしょ、メスですね。あったー。まあでもいい当たりでしたね。今53メーターでちっちゃなポンっていう当たりでしたけど、しっかりとフッキングできましたね。まあサイズはね、まあその時その時なんですけど、こういった深いところでもしっかり当たりを出してくれるっていうのがこの CI4 のいいところですね。これね、まあどんどん釣っていきましょう。はい、イカだ。さっきよりいい、今一瞬トンって触って魚かなと思って、またで今フォールさせたらもうほぼ着底ぐらいのところですね。トンってしゃくり始めようとしたらもう着底のやつはどんどん抱きましたね。ねえ、ありがとうございます。オスだ。来ました。クラゲ。お、触った。あー、またちっちゃい。今日はこのサイズに好かれてますな。300グラム。
水深 40m から 300g。 はい、お帰りいただきましょう。おっと、あーでもこれちっちゃいな、これも多分ちっちゃい、すっげーちっちゃい。あたりしゃあ、来た。まあ本当でもね、多分カメラには映らないように小さな、本当にこのアングラーからの目線で分かるような本当ちっちゃいあたりが出てるんですよ。別にサボ先こんなになるとかではなくて、いわゆるこのタフテックアルファで分かるようなその揺れあたりって言われる小さなあたりで、合わせても乗らないんですけど、でそれを今2回3回目ぐらいですよね、繰り返してここでコンってしっかりとかけてる感じですね。まあね、えらい連発してるんでちょっと蒸れてるのかなって感じですけどね。活性がいいのはこのサイズなんで、どうしてもまあどんどん釣って、大きいの狙いましょう。はい、よし来い。ちゃお、ほら来た。おー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 おお、よし、とりあえず今日一のイカだ。めっちゃ持ってったな。もうほんとしゃくった直後でしたね。ねえ、ポーンと持ってきました。もうこういうあたりが欲しいんですよね。これ抜いちゃいます。ほら、くわー、よいしょ、うわー、噛みついた。はい、来ました。さあ